際がどう考えているか、ぜひお話をお願いいたします。もうこの JRP を通じて今の戦後の75年間行われてきた633制プラス大学と、これについて私は20年の無駄な教育、何の役にも立たない無駄な教育を続けてきたと。そしてその無駄な教育で何億の日本人がはっきりと言って国際の教育水準のレベルよりも平均よりも世界の平均教育レベルよりも下になっちゃった。上はどこですかと、上はフィンランドとかスウェーデンとかデンマークとか、いわゆるヨーロッパのいわゆる北にある国々の教育は非常にレベルが高くて、その OECD 加盟国の中でも多くの優秀な指導者を生み出しているんだと。日本からは、この日本の教育の中からは世界的な優秀な人が出てこないなって、まあ、一つは日本はまだ戦後の敗戦国で、国連の日本に対する扱いは敵条項と、敵だって国連の敵は日本だと、いまだに敵なんですよ。だから朝鮮半島南北はいまだに戦闘当事国、戦闘状態になっている。今現実にはドンパチ打ち合いはないけども、これは休戦状態、国連における朝鮮半島は休戦状態、日本は戦争当事国ではないけれども敵国条項、敵だから、敵の国の教育を国連はに、およびその世界のいわゆる連合集団が敵の教育を立派な戦える軍人を養えないような教育をしている、まあ、これからまあ多くの人は一億総白地化ということを耳にしている。一億総白地化、白地を作るための教育をやってる。だからこれはアメリカの一部においても当てはまることだとは思う。アメリカの公立学校行ってるやつはとんでもない教育を受けてるから、先生から小学校の段階で覚醒剤を与えられて、コカインも与えられて、学校の先生が覚醒剤を生徒に売ってるわけ。これあんた小遣いで買って打ちなさいと、勉強がよくできるようになるから、それが現実なんです。アメリカもそういうことを受けてるわけ。しかし日本は堕落民族を作るに変えて、日本の優秀な民族を、戦闘力の高い民族を堕落さそうというのが 3S でしょう。スポーツ、スクリーン、セックス、この 3S でまず堕落さっといて、少々の金を与えて遊ばす、で国会議員にも金を与える、いや賄賂を平気で捕まる、これが政治資金規正法という法律に基づいて企業献金 OK ですよと言ってます。企業から金をたとえわずかに受け取ったら賄賂だよ、これは
賄賂を公認してやりますよという金を与えてるわけだ、政治家に。賄賂を認めてあげますよというような教育を受けてんだから。賄賂は許さないのは本来の当たり前の姿だよ。だから、まあ、実質的に日本人が賄賂は良くないと思ったんでしょう。リクルート事件の時に竹下の危なかった、ね、それで政治資金は賄賂と一緒だからやめましょうと決めた。政治資金規制法の企業献金は賄賂だからやめましょうと自主的に決めといて、賄賂はもらわないから公の税金の中から政党助成金を与える。賄賂はもらわない、企業献金はもらわないから政党助成金はもらえるようにしてあげましょう。当選人数によって枠が決められる。一人大体1億相当の政党助成金が出る、民事政党でも。だから5人おれば5億円、10人おれば10億円というような感情でいくと、自民党なんか何百億出るわけ。そして賄賂を取らないかといえば、賄賂は以前と同じように取り続けておるわけ。どれ思うかこれ。己たちが決めて、賄賂は取りません、企業献金はやめます。それじゃやめないじゃねえ。助成金も堂々と取って、金が余って、使い道がないから、毎晩銀座行ったり、六本木のクラブ行ったり、バカはソープランド行ったり、秘書たちはキャバクラで毎晩暴れとるじゃねえ。堕落の一方なんだ、金が。だから私は、この日本の与えられている敗戦国の教育というのが、実に弱い民族に変えるかという。しかし、まあ幸いにもこの学校は行きたくないという。不登校の人が600万人から1000万人に近づいている。不登校ということによって、そのガイド、毒のポイズンエデュケーション、毒を受け継がないから、不登校の人はまともなんですよ。学校行かなかった人ほど使い物になるわ、これからは。学校へ行ったやつほど毒が充満しちゃってる、使い物にならない。で、文部省だってよ、官僚だが大臣やったり、下村博文、こんな売国道が文部大臣やったり、文部大臣と全く関係ない森喜朗という歴代総理大臣の中で精神障害と知識障害、もうかけた廃人ですよ、この森喜朗みたいなのは。そこへ今や老害と来てるから、これが文部省のドンだと言ってるんだ。もっとも教育者にふさわしくない人物たちが文部大臣だ。下村博文だってゴールドマン・サップス・デビッソンと組んで、これから日本のいわゆる奴隷化に向けて中小企業を全部潰してしまうというようなことで動いてんだから、下村も。香港グループだと言ってよ、香港から金を湯水のごとく持ち込んできて、金まみれの生活やっとる、下村。こんなのが自民党の実力者と来てるから、もう全てが教育の敗退、教育の不良化、こういうものによって、日本民族は、世界の平均点よりもはるかにそれよりも低いレベルに落とされてしまっておる。だから東京大学の世界ランキングも70位、昔は1位だった。東京大学、京都大学1
1位だったのが今は70番が100番と、早稲田慶応なんか500番とかもう数に入らない。早稲田慶応でも大学じゃないと言ってんだ。となればどこ行くんだ一体。だから JLP の実践実学大学を聞いてた方が東大や京大よりも上になれるぞとは言う。これからはオンライン教育、実践実学大学。ありがとうございました。